最初は黒い漆をやってたんですよね。例えば青いものなんかのね、青物なんかはすごく映えるんですけども、そうでないものっていうのはちょっと難しい面もあったので、まあ、基本的に白い食器っていうのがずっと憧れていたので、ああいう磁器とか、ああいう粉引きとか、ああいうものに近いものを作りたいなと思っていて、白漆っていう感じ、そんな感じですよね。なんか遠くに向かってとか誰かに向かってというよりは、まずは自分を通してっていうことを考えてたような気がするんですけどね。自分はその漆のその専門の勉強をしていないっていうね、そのことのまあマイナス面とプラス面があったと思うんですよね。で、まあ独自性っていうか、まあ自分なりの漆の解釈っていうのができたのは、やっぱりその漆の勉強を逆にしてなかったからだと思うんですよね。やっぱそういうことはすごく大事だなっていうふうに思っていますよね。やっぱりその師匠についたりすると、やっぱり師匠の影響をすごく強く受けると思うので、それがなかったことは良かったかなっていうふうに思っているのと、まあそのある面ではその工芸とか手仕事とかっていうね、ところの伝統からちょっと外にいたわけですよね。で、外から入っていったんで、だからそれを少し自分の場所、だから生活の場所ですよね。だから作る人間の場所と生活する場所があるとすれば、その生活者の場所で漆がこんなやつがっていうふうに引き寄せていく感じですよね。ですから向こうの中に入ってんじゃなくて、割とこの外にいて生活者の場所にいて漆を引き寄せていくっていう感じが、おそらく白漆に結びついたんじゃないかと思うんですよね。だからその手元とか、その自分の足元とか、そういうものをいつも見ていくっていう形が基本的な姿勢だと思うんですけども、でそういうものって、逆に言えば、他の人たちもそういう場所に生きてるわけだと思うので、どっかで自分がそういうふうに見つめたものが、どっかで共感として広がっていくんじゃないかなっていうことはあったかもしれないですよね。工芸的な技術としてのこの密度を上げていくってことと、それから生活者としてのその使う時のね、密度を上げていくってことが、おそらく同時にやってるんだと思うんですよね。どっちがいいってわけでもなくて、両方必要だろうなと思ってるんだと思いますね。その内容自体はいろいろ形としては変わると思うんだけども、そういうカチッと固定したものじゃなくて、そういうものに対してこう反応していくことによって、世の中がどんどん良くなっていったり、変わっていったり、純度を深めていったりってしていくんじゃないかなって気がしますよね。食器を使うって結構関わることなんだよね。で、使っていって自分なりに工夫して、作家が思ってないこと、使い方もいくらでもできるわけですよ。で、その辺が器の面白いところだと思うんだけども、そういうふうな感じの関係の中で物の価値が生まれてくるっていうふうに変わっていった方がいいんだろうってことだと思うんですよね。